金シャチが今名古屋城の天守閣から釣り上げられました。先月8日名古屋城の天守から16年ぶりに地上に舞い降りた金のシャチホコ。新型コロナで苦しむ観光業を支援しようと名古屋市などが企画しました。名古屋城の二の丸広場で公開され多くの観光客を楽しませていましたが、ここでの展示を終え初めて県外でお披露目されることになったのです。ちなみに今回移動するのはメスの金シャチのみ、オスは留守番です。名古屋からおよそ100キロ、大勢の地元住民に出迎えられ到着したのは長野県木曽町の道の駅木曽福島。なぜこの場所なのか。実は3年前名古屋城の本丸御殿を復元する際に木曽のヒノキを使った縁があるからなんです。金シャチを初めて目の前にした地元の人たちは、いや思った以上に綺麗でした。もう今向こうの方にも行けないので今日は本当に良かったですね。すごく綺麗でした。すごく大きかった。この間近でなんて初めて見たから、うん、やっぱり大きいなと思ってね。で光り輝いてるね。こんなことはもうないからね、多分二度とないから。午後からは岐阜県中津川市の道の駅静茂に移された金シャチ。今日中に名古屋に戻り、今月10日から7月まで名古屋栄の広場三越前広場で展示される予定です。